は夜投げる人は、生まれつきの癖を洗練することにより、夜投げのできた心、すなわち本心が現れ、生まれつきの運命を改善できるとし、気質の偏りを強制して幸福な人生を過ごす、よう収容する。 横山丸さん江戸幕府の御家人であった、横山丸さんは、家族の不幸を機に、同僚の天元学者である、奥野聖二郎から、運命論である天元術を学び奥義を極めた。その間に、もしも人生が天元術の有うようなものならば、人は授けられた運命のままで、何ら変化せず向上発展は望みがたい。むしろ進んで精神を収容し、 気質の偏りを正すことによって得られる本心の啓示に従うことによって人それぞれの本来の性能を発揮して運命を改善するべきであるという考えに至り自身の体験から収容の効果を確信して天元闘技学の名で公表した11年後の効果2年にはこの収容方法が学問ではなく実践のための術であることを示すため名称を 海運闘牛術に改めた。海英元年には入門者が千人を超す勢いであったが、当時は、開国をめぐり世上不安定な時期であったため、幕府は、神道、儒教、仏教以外は異教を説くものとし、闘牛術も不況を禁じられた。しかし、六人の皇帝のうち特に佐野良丸、青木と丸、新野美春像、飯田勝美の四回伝がこの術を伝承し、 明治時代に入って蒸気の金は溶けたため、それぞれ会派を成して後継者を育成した。当初は政府の指導により、強派新党新党体制共産家の校舎として活動していたが、昭和19年に全会派を統合した社団法人日本統道会が当時の文部省の認可を受けて設立され、以後同会により統合術の伝承、普及が続けられている。 東道という用語は、東宮術を学び、実践することを言うが、東宮術と同じ意味にも用いられている。天元術では、人の住む天地には十二の木がいろいろな周期で、循環しており、各人は受体の頃に巡っていた木に感応していると、みなして、生まれた日から、その人が受けた運気を推定し、それで運命が決まると考えていた。一方、東愚術では、 同じ十二種の運気を利用するが、親から受けた気の配合のほか各人が持っている心の動き方の特徴をそれらから理解し、人それぞれの気質を判断し、その修正による開運を胸とする。天元術は宿命を重んじるため占いに活用されることが多く、かつての百科事典などでも闘遇術をよしらす学、などと混同した説明がされていたが、 東宮術はあくまで自己の気質の癖を知った上で、その偏りを自身で強制することにより、運命を開き、幸福を享受できる、要修練するすべである。その考え方と方法は、横山丸さんによる、秋の剣士と数百種以上の投下で教示されている。実際には、気質の偏りから脱却して得られる本心に従って、行動するよう心がけ、その過程での体験を、 同席という集会の場で話し合うことにより修練を促進する。運気の十二のタイプは天元術に由来し、それぞれ固有の名称を持つがその概略は下記の通りである。十二種のタイプの機質の特徴は以下の通りである。ありがとうございます。